再びレートの数値もリセットされて、ポケットモンスターサン&ムーンのね、ラストバトル、ラストシーズンがね、始まりましたね。ポケットモンスターサンムーン環境上で対戦できるのも、あとたった2ヶ月って考えると、自然とポケモンのモチベーションも上がってきますよね。で、そういうやる気が出つつある中で、僕が一番最初に取った行動は、対戦用の育成済みポケモンを、こうやってね、わかりやすく整理することでした。なんか、今までぐちゃぐちゃだったんですよ。で、こういう感じで、わかりやすくまとめることで、ポケモンが見やすくなるから、パーティー考察とかしやすくなるかなと思って、まずそこから始めました。まあ、簡単にね、わかりやすい例えで言うと、テスト前に部屋の片付けするタイプみたいな、まあ、そんな感じですね。ということでね、結構スッキリしたんで、ポケモン対戦の方も頑張っていこうかなと思います。まあ、ちなみに、過去作のオメガルビー、アルファサファイアも含めれば、まあ、これの6、7倍ぐらい育成済みはいるんですけど、まあそれは気が向いた時にまた公開ということで。ででん。さて問題です。私のパーティー、メガ進化するポケモン、一体誰でしょうか？まあ、バンギラスとゲンガーとジュカインっていうメガ進化可能なポケモンがいますが、まあ、このうち誰がメガ進化するか予想しつつ、まあ、この対戦動画を見てください。まあ3体ともするっていう可能性もあるし、3体ともしないっていう可能性もあるからね。はい、ということで、初戦の相手のヒスイさん、対戦よろしくお願いします。月光河とかいるから、ジュカイン投げたいんですけど、これジュカイン絶対刺さんないよな。ジュカイン投げたところで、テッカグヤとかバシャモリ対して何もできないから、ゲンガー、バンギラス、マリルリ。ゲンガーが今回フルウェポン型なんで、かなり広い技範囲を取れるから、まあ、ゲンガーで抜いていこう。で、バシャーマがうざったいんで、マリルリでカバーしつつ、ゲンガーマリルリだと、カプテテクにサイコキニシス打たれてるだけで崩壊しかねないので、そこのケアができる、バンギラス。対戦よろしくお願いします。テテフ、オッケー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 。いや、そういや、テテフで思い出したんですけど、最近ポケモン実況者界隈で、ポケモンカード流行りつつあるってマジ。一緒にやる人いないのに。ここはエスパワーゼオミでバンギに下げます。カードゲームとかね、僕もあんま興味がないわけではないんですけど、僕特に今期アニメで唯一見てるのが、あの大人気カードゲームアニメの遊戯王であるくらい、僕遊戯王好きなんですけど、まあ、一緒にやる人がいないからカード買う気にはなれないよね。っていうか相手も引っ込んできたな。相手の手手これスカーフじゃないことが分かりましたね。さっきの引っ込み順で。毒技読みで敵加減は下げたんだろうな。噛み砕く、宿り木。まあ見といてくれよ。これ自慢のバンギラスだから。このバンギラスかなり自信あって、僕ルカリオめっちゃ使うじゃないですか。で、そのルカリオの裏に置くポケモン何がいいんだろうってずっと考えてた時に、まあ一時期このバンギラス使ってたことあるんですけど、まあ、今回ルカリオ入ってないんですけどね。身代わり読みでここはアクゼット。身代わりでしょ、ここ。どう考えても、バンギがメガしないの分かってるんだし、身代わり張ってくると思うんだけど。で、これでバッコリ削り取ります。あ、そうそう。で、ルカリオ使ってる時にギルガルドがクソうざったかったんで、なんかギルガルド絶対ぶっ殺せるマン的な感じで、あとボーマンドとかにもかなり強く出れるから、裏にバンギ置いてたことがあったんですが、オッケーオッケー、十分十分、宿り木、これ交換読みか。で、残飯と、宿り木、守るあると思うんだよな、食べ残し型、テッカギアでしょ。で、絶対守るあるし、多分次守らないと、噛み砕くがかなり怪しいから、多分あるならここで打ってくるんだよね、絶対に。だから、マリルリに交代します。まあ、仮に守ってこなかったとしても、まあ、ヘビーボンバーだったらマリルリ耐えれるし、まあ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 って感じ。まあ、もうロッキー！完全に相手を振り回してますね。多分、滝登りで飛ばせるはず。まあ、ポケモンは、カードゲームとかと違って、そのリアルで一緒にやる友達がいなくても、ね、こうやって画面を開けばそこにみんながいるから。
ね。カプテテフ、アクアジェット打てないんで、サイコフィールドもあるし、ここどっちに引こうかな。ムーフォ読むんだったらゲンガーに下げたいけど、いやバンギーだな。さすがにゲンガー出したタイミングでそれこそサイコ禁止飛んできたら、そっから相手ムーンフォース打ってるだけで勝てるから、ここは一旦バンギーでサイキネ飛んできたらラッキー程度。オッケー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 。ここガンプーでいいかも。気合玉やばい気合玉やばい、やばいっていうか、まあバンギーはもう十分仕事してくれた。十分テレフィの持ち物も割ってくれたし、砂でタスキとかの可能性も潰してくれた。で鉄火ゲアもあそこまで十分削ってくれたから、仕事としてはもう十分。ちなみに正解はあれでしたね。メガ進化するポケモンはゲンガーで、バンギラスがメガ進化しなくて、まあ一応先に言っとくと樹海もメガ進化します。ヘドバクここまで削ってけばさすがに落とせるだろう。オッケーオッケーオッケー。いやラスト次第なんだよな。相手のバシャーモだったら多分勝てるんだけど、ガブはやばいねガブはちょっと待ってよ、ガブはやばいぞ。でも今回このマリルリがかなり防御に振ってるんで、多分自信耐えるんだよな、こんだけ HP やったら。多分勝てると思います。やばいちょっと待って、やばい待って、砂利用されてんだけどこれ。やばいって、自信耐えなくなっちゃった。ここ風じゃ絶対落ちないしな、メガガブリアスって。落ちないよな、耐久上がるし。でもね、やばい。ちょっとやばいぞ、これ。砂の力で攻撃力 1.5 倍。こだわりハチマキを持ったメガガブリアスの自信が襲いかかる。いや、アクアジェット打てないんだよ、サイコフィールドあるからさ。ただ乗りやめてな。これあれか、メガガブリアスで、あれか、素早さじゃなくて耐久に振ってるパターンですね。効果性打ってたおかげで勝てましたね。対戦ありがとうございました。リリーさん、対戦よろしくお願いします。あー、来ましたね。バンギラスの仮想敵、ギルガルド。バンギ出していいな、これ。ガルド、リザードンもまあ多分バンギーで強く出れるんで、バンギー出してってよくて、バンギー出すと月光河とかマリロリがうざいから、樹海院も出すか。バンギー樹海院プラス、バンギー樹海院だと次クレフィーが突破できなくなるから、ロトム、いやロトムよりランドの方がいいか。ステルスロックとかまあ、隙を見て負けたら樹海の抜き性能を一気に上げれるんで、まあ、このバンギ樹海インランド、バンギ樹海インランド開演。ちょっとイロハス飲みます。その可愛いなんで。対戦よろしくお願い、対戦よろしくお願いします。はいバンギラス誰だろう。あークレフィーか、あんまよろしくないね。てか相手のパーティーこれ多分クレフィー壁型なんだよな。壁張り型、リザマリー、レボルトっていう、まあ、ギルガルドも、てか月光ガもあれか、Z 型とかだったら積み合わざんのか、今思ったけど、ここランドロスに下げます。やることないんでね、バンギラス、クレフィーに対して。一切打点がないんで、ランドに下げて、ステルスロック巻いておけば、裏にレイジューボルトロスとか、リザードンがいた時に、優位に立てるんで、ここは一旦壁ターンも消費させれるしね。ステルスロック巻きますか。クレッヒー下げる。ギルガルドヤンキーすぎんこれ。ちょっと待って自信一貫してるんだが、まあ、壁張ってたらギルガルドレベルの耐久あったら ランドロスの自信2発耐えれる。
しまあまあまあって感じ。ここ一回地震で突っ張ります。ゴースト Z とかだったとしても、このランドルスでかなり耐久に振ってるんで、まあ一発は耐えることができますね。地震、まあ同じく弱点保険だったとしても、まあ一発シャドーボールは耐えることができるんで、まあ、ここはとりあえず一発地震で様子見。弱砲、まあ、これは OK でしょう。てか番機交代読みとかで聖剣打ってきましたね。ラスカであったらラスカかなと思ったけど、これ多分確実に番機交代読み。ここはさすがに聖剣打ってこないだろう。でここキングシールドだから、ここ禁止しないと、だって地震で番機に落とされるから禁止なんで、ここ番機出してって OK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  で多分壁張ってるから余裕こいてると思うんですよね。まあ、リフレクあるし、こんだけガルドの HP やったら、バンギのアクアザ飛んできても耐えるだろみたいな。所詮噛み砕くだし、耐えるだろみたいな。そういう油断に突き刺さる、アクゼットを噛み砕く。多分落とせると思う、ここまで削っていけば。ガオー。これやりたかったんだよね。だから、まあ、今回は壁あるから、普通に Z 技打ったけど、なんかギルガルドの攻撃に対してバンギ受け出しして、まあ、一応こいつ追い打ちも仕込んであるから、まあ、なんかうまくいけば後出しからこんな感じでギルガルドを倒せるっていう、かっこキングシールドの卓に勝てば。でも基本的にそのバンギラスって竜舞型とかが結構今メジャーだから、バンギ対面で禁止をしてくるってあんまないと思うんだよな。リザ、これは多分樹海で詰めていけるな。ニトロチャージとか牛舞されるのがめんどくさいんで、岩石封じ打ちます。で岩石封じ外したらもう負ける可能性がある。牛舞いい、やもうただなー。一つ問題があるんだよな。クリッキーっていう無限の勝ち筋があるポケモンが相手に残ってるんでね。樹海院、岩石封じ一回打ってるんで、樹海院の方が上から動けるし、相手激輪打ってるからここは逃げれないと。ギューハー分からせたね。クレッヒー押せるかな。樹海に打点ないんだよな、お前。樹海お前やれるのか。イバルが怖いっすね。あとクレッヒーの、あ、持ってたらの話だけど、光の壁はまあ全然大丈夫。あんま、いや大丈夫ではないけど、エナボ。やる気あるやん。やる気あるね。デンジャー。相手樹海院の特性をご存知でない。だから多分やることなかったんだろうな。そう、リフレク、光の壁、デンジャー、あと一個何なんだろう。多分やることなかったんだろうな、樹海院に対して。本当に対戦ありがとうございました。ペロリンチョチョジョス、ゲンガー、カブテテフ、まあ、これはね、まあ、多分スカーフだったらでエスパー技しか飛ばせないと思うんですよね。まあ、こっちのゲンガーが、そのために僕のゲンガーがメガである可能性を少しでも下げるために、まあ、バンギと樹海に一緒に入れてますからね。ここおそらく、まあ、エスパー技飛ばせないと思うんですよ。だからバンギラスの後出しがね安定する。いや、エスパー技じゃない、エスパー技しか飛ばせないと思うんですよ。だからバンギラスの後出しがね、まあ、安定すると。ほらね、くたばれ、うわー。
まあ技を打ち分けてきたってことはこだわりスカーフじゃないっていうことが判明した。つまりゲンガーで上から叩けるわけですよ。くたばりやがれ。え？はーい、くたばりやがります。お疲れ様でした。もう無理じゃんこんなの。